こんにちは。今日は日本の浮世絵師歌川国貞の面白エピソードをご紹介します。国貞は歌川派の一員として多くの美人画や役者絵を描いたことで知られています。彼の作品は非常に人気がありましたが、その制作過程にはユーモラスなエピソードがあります。ある時、国貞は新しい役者絵を描くために劇場に通っていました。彼は舞台裏で役者たちと親しくなり、ある役者にこう尋ねました。次の公演で何を演じるの？役者は冗談めかして、猿の役だよと答えました。国貞はそれを信に受け、役者が猿の姿で舞台に立つシーンを描きました。ところが公演当日、役者は普通の役を演じていました。観客はそのギャップに大笑いし、国貞の絵もまた話題になりました。国貞はユーモアのセンスも持ち合わせており、それが作品にも反映されていたのです。いかがでしたか？これが歌川国貞の面白エピソードの一つです。彼の作品には彼の人柄やユーモアが垣間見えますね。次回もお楽しみに。さようなら。